はい、10年後ですか。まあ、将来はどうなるか分かんないですけども、10年前から比べて今っていう社会がどういうふうに変化してきたっていうのが、ね、よく分かると思うんですよね。で、その時代の変化に自分が乗っているか乗っていないかってこともよく分かると思うんですよ。で、私はね、今チャンネル登録者数 YouTube が8500人ほどいるんですけども、この8500人そしていつも見てくださってる方、動画再生数っていうのをいろいろ勘案してみると、地方のラジオ局よりはもうすでに発信力って上なんですよね。まあ、ですので、私もねラジオの放送っていうのは何回か出たことがあるんですけども、このオファーを受ける意味がもうないんですよね、実は。まあ、お世話になった恩返しに出るっていうのはありますけどもね、本当に恩返しで出るっていうのは、私はラジオに出ましたってことを YouTube で喋った方がそのラジオ局が有名になるからなんですよ。で、今はサイマル放送って言って、ラジオっていうのも地域のラジオでも世界中で聞くことができますんで、まあ、いわゆるね聴取率を上げてあげるっていうこともできるんですよね。でもシンプルに考えて、いまだにねラジオの放送局とかラジオのそのコメンテーターじゃないよ、パーソナリティですか、そういうのを一生懸命やるっていうのはすごく時代遅れだなと思いますし、そこに集まってくる広告収入なんてスズメの涙なんですよね。なんでそんなことやってるのかなとか思っちゃうんですよね。テレビはまだ大きな影響力を持ってますけども、大体テレビっていうのはラジオ局の子会社になってることが多いんですよね。だからそういう意味でラジオ放送局っていうのはテレビの親会社として存続する意味はあるのかもしれませんけど、でもラジオ放送するっていうのはもうすでにですね、ちょっとナンセンスであって、だったら経費のかかんない YouTube で音声放送すればいいんじゃないかな、ライブ放送すればいいんじゃないかな、ポッドキャストすればいいんじゃないかなと思っちゃうんですよ。で、そういったところも結局は偉そうなこと言ってもね、もう時代遅れになっちゃってるんですよ。ラジオとかね、新聞とか雑誌っていうのはものすごい時代遅れですよ。だから特に雑誌とか印刷して出版したら更新が効かないですからね。月刊誌とか行って1ヶ月間同じ情報を垂れ流してきてものすごい遅れてますから、だからそういうところに、まあ、従事する方はもう一生懸命やっていただければいいんですけども、そこに出ませんかって言われても出る魅力がもう完全にないですよね。この前もその令和新選組じゃない、なんだっけな、 N 国ですよね。 N 国党の、放送の力ですね、これがなんとですね、今100万人ぐらい見ているっていうことはやっぱり 1% なんですよね。動画1本につき 1% とか 2% の視聴率を集めてるんですよ。そうなると東京限定で放送しているとあるテレビ番組、テレビ放送局っていうのは全国的に見ると視聴率が 1% なんですよ。要するにテレビメディアとね、YouTube っていうのが今イコールになっちゃってるんですよ。で、どっちが儲かるかっていうと明らかですよね。一人で運営している YouTube の方は毎日50万から100万の利益が出ていて、テレビメディアっていうのはそこに出てくる、視聴率を集めてくれるタレントさんが全部持ってって、あとは下請けのブラック労働によって支えられているというね、混乱ができてるわけですよね。すごい時代遅れなことをやってるなと。で、テレビやラジオが時代遅れなだけではなくて、その内容も時代遅れですよね。なあ、本当にたまげちゃいますよね。なんかのんびり暮らしてるんだなと思いますし、でもね、やっぱりこれを完全に否定できないのは、そういうふうな時代遅れがいいっていう、そういうチャンネルもあっていいんですよ。例えば昭和のノスタルジーに触れたいなっていう気持ちがあって、なんか昭和居酒屋に行くこの人もいるわけですよ。だから古いものとか時代遅れがいいっていうね、そういうコンテンツもあるんですよ。でもことビジネスに関しましては古いものでは勝負にならないんで、やっぱり新しい情報を使いこなしていって、使いこなした上で古いコンテンツも使っていくっていうね、テクノロジーは最新のもの、コンテンツは古いもの、これは全然 OK だと思うんですけども、すでにねコンテンツじゃなくてテクノロジーが30年前のものを細々と使っていて、そこに出てくるね、テクノロジーは古くって、その中に出てくるコンテンツが新しいからなんか持っているみたいなね、コンテンツが新しいっていうのは要するにそこに出てくるタレントさんですよ。タレントさんが最新だからなんとか持ってるけども、なんか妙な形になってるんですよね、そういうところを考えると。で、これからはどん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 個人の時代になってきて、無名な人でも有名になっていく時代ですからね。人工的に作り上げられたタレントさんという人工的な有名人がもう幅を利かせる時代終わっちゃいましたからね。だからテレビによらずに YouTube の世界でも有名になれる人っていうのはね、やっぱり大したもんだと思います。本当に自分の力があると思うんで、そういう風になっていきたいなと思いますけどね。はい、今回は以上でございます。では失礼します。